しげしげチャンネル。どうも、しげしげです。本日も無課金サブアカしげパズやっていきましょうということで、本日はスペシャルダンジョン週末チャレンジ、こちらやっていきたいと思います。こちら何かというと、テクニカルダンジョン異形の存在に20分間の制限時間がついたダンジョンになっております。これをノーコンティニューで制限時間内にクリアすることができれば、このバナーのモンスターですね、アマコズミゲットすることができます。このキャラ非常に、優秀な、このバナーに乗ってる形態だとバインド耐性と HP チーム HP 強化3つかなっていう非常に優秀な武器なので、取っておいて損はないかなと思います。で、これねスタミナゼロで今回遊べますので、もし失敗しちゃっても何回でもできるかなという非常にありがたいイベントになっております。私はこちらのパーティーで挑戦していきます。はい、グリゴリカムイパーティーです。見てください、これね、これもうね、シゲパズの中でねだいぶ完成度の高いパーティーになっています。アシスト見ていきましょう。まずグリゴリの武器、これね作りましたよ。はい、インフィニティレイジゼログインフィニティコア、あのフェスゲンのやつですね。あれが、3体持っていたっていうこともあって、はい、1体武器にしました。でウェイ2個追加されてね、変身後こんな感じですよ。もうゴリゴリにグリゴリに火力出していきます。はい、で、スキルが無効貫通ですね。はい、で、サブドットシェリアス、この子が聴覚性がコンボ強化で、ここにアマコズミつけてますね。はい、さっき説明したやつです。バインド耐性とチーム HP 強化、非常に優秀です。あとスキルが重いっていうのもね、溜まる心配がないというかがあるので、アシストしやすい武器になっております。で、チャコル、そうチャコルがね進化後なんですけど、体力タイプ持ってるんですよね。はい、なんでこのパーティーに入ってきます。スキブ4なのと、お邪魔完全耐性持ってるのがデカすぎる。で、ここに、これはパズドラクリスマスツリーアシストして、泥強と封印耐性を補っております。で、目覚めとしても使いますね。アナザージャスティスに消されちゃっても、そこからまたこのスキル使って目覚めを、発動させていくという感じです。で、アマテラスが聴覚性が雲耐性、そしてこれがアンナの武器ですね。アンナの武器持ってるんですよね、このアカウントね。無課金とは思えねえな。はい、操作負荷耐性と封印耐性補ってます。このパーティーね、ベースで言うと封印耐性全くなくて、はい、ドットシェルスもないし、このねクリスマスツリーとアンナの武器が非常にいい働きをしてます。はい、で最後ドゥバルなんですけれども、ここに、リオレイスの武器アシストしております。泥強がこれで火が5つですね。はい、変身後がこんな感じで、暗闇の完全耐性持ってるので、チャコルのお邪魔完全耐性と合わせて暗闇、お邪魔は 100% です。で、毒はグリゴリのリーダースキルで食らわないので対策しておりません。はい、で今回フレンドさんが、カムイなんですけれども、聴覚性がチーム HP 強化、ここにアキネの武器をアシストしております。後半のね、無効持ちをぶっ飛ばしていくようですね。はい、そんな感じでやっていきましょう。だいぶ完成度高くないですか、このパーティー。本当に無課金とは思えない。それは褒め言葉なんで、どんどんコメントしていただきたい。はい、ドゥバルのスキルを使って威嚇して、普通に攻撃していっちゃってもいいんですけど、こんな感じで適当にやり過ごしていきます。火キー消せばね、緑変身後であれば固定ダメージで倒せるので、適当にヒーキー確保しながら貯めていきます。で、グリゴリがちょうど溜まるので、これ変身させて、こんなんでいいかな。ヒーキー消して、はい、そうだ、これ時間制限あるんだ、あんまり喋ってるとミスる。急ごう急ごう、バトル2。はい、ここ火力で撃ち抜けるかな、どうでしょうか。やってみよう。火の4つ消し入れて、もう1個組める。火の4つ消し2個でどうでしょうか。はい、いけグリゴリー、火力がおいくらおいくらおいくら、4億は出てるかな。ええー、話で素晴らしいっすね。ゴリゴリーっすね。グリゴリーゴリゴリーっつってね。はい、やっていきましょう。盤面非常にいいです。グリゴリーが変身した時に最初ね10ターンの闇キー目覚めがついてくるんで、それを利用してガンガン突き進んでいきます。で、切れるタイミングというか、
それこそアナザージャスティスに消された後とかはこのねクリスマスツリーの目覚めを生かしていきます。もうすごいね、完璧、このパーティー完璧、完成度高い。個人的にまさかこんなパーティーがね組めるとはって感じですけど、皆さんこれね長く続けてればできますからね。誰でも、絶対誰でもできる。だってシゲパズができたもん。そういうね、皆さんに無課金にも希望を与えるようなアカウントを目指してやってるんで、今決まった。 OK、 さあバトル6、アナザー、あー違う、よし、落ち込んなしだけど、これはね、カムイがね、コンボカさんもついてるんで、ウェイを組んでも多少コンボ吸収には引っかかりづらくはなってるかなという感じですかね。ナイス、落ち込ん。あ、そうか、裏異形ばっかやってるからあれだけど、表の異形は落ち込んなしとかないんだ。じゃあちょっと、行動がいつもと違うな。まあいいや、最善を尽くすに変わりはないですね。さあ、リーダーアマテラスに変わっちゃっておりますが、どうでしょう。ルバルもいい感じ出すんで、OK。いいね。悪魔キラーついてるし。指伸びた、ありがてー。そう、このパーティーね、9秒しかないんですよね。まあ、9秒しかと捉えるか、9秒もと捉えるかは人それぞれだと思うんですけど。おぉ、どうした。今撮影中だぞ。釣りたいんか、打ち抜け。オッケーオッケーオッケー、抜きますね、普通に。さすが、ウェイで組めば火力高いわ。え、サンタさん出るんだ。サンタクロース、久しぶりに見たな。表の異形、サンタさん出るんだ。はい、まあサンタさんもぶっ飛ばしていきましょう。で、目覚めがあと2ターン、1ターンで切れるので、クリスマスツリーを使う準備、意識。あ、全然違うね、出てくるモンスター。全然でもないかもしれないけど、あれこれ裏に出ないよね、この子。表の異形がわからねえ。まあでもなんとなく全然余裕な感じはしてますね。まあパーティーがパーティーだしね。ゴリゴリパーティーだから。ゴリゴリパーティー。さあ、バトル11。我の邪魔をするというのか。このトールのおっちゃんは相変わらずですね。クマは大丈夫。はい、目覚めが消えたので、ここでサンタさん打って、サンタさんじゃないや、ツリー打って、一応ウェイを意識、ウェイを意識、ウェイ系のサンタさん、よいしょ、はい、バッチリですね。ああ、あんまり目覚めの効果が、ヒッヒッヒッ、ああ、欠損した。ここに来て欠損。ルバルも視野、ああ来ちゃったね。あ、でもどっちにしろこれはシェイアス打つので、あ、これ消される効果。あー、よかった、消されない。裏だと消された気がする。あー、待って、キー欠損したんだけど、それはないわ。キーの欠損はどうしようもないね。ちょっと落ち込み乗ろう、落ち込み乗るぞー、振らせるぞー。こっち、はい、両面待ち、キー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 、クリスマス3の力、力、力、あ、力、あ、抜くわ、普通に抜いたわ、欠損でもいけるわ。で、はい、マンティコア根性持ちですが、グリゴリーさんには関係ありません。こんなんで大丈夫かな。 OK、 ナイス、落ち込ん。これで追加攻撃ドン。あ、地味にあと830秒、830秒って何分だろう、わかんねえな。はい、覚醒無効はアマテラスでサクッと回復してよくて、シャコルもね覚醒無効回復だし、で消せないロープも回復できるんで、まあちょっとね、ヘラとかで手こずったら使っていきます。手こずらないと思うけど、
K ロック解除したいな。 LG 入れてないかもしれない。それで言うと LG、 あ、 LG いないわ。 LG 入れられればより完璧かな。うん、 LG なかったっすね。はい、ロゴンケアありがとうございます。まあでもいいね、目覚めのスキルの効果か知らんけどすごくいい感じに降ってきてる。バトル16、ヌン余裕、ヌンも余裕です。よいしょ、ナイスコンボ、自分で跳ねていく。すごい黒猫ちゃんがね、今カメラの脇にいてね、ずっとこっち見てるんですよね。すごい視線を感じる。これは負けられない。チャコラあと4か。光消せなくなるよね。あ、表はそれすらないんだ。じゃあもうさ、俺はアキネのスキルでいっちゃおうか。うん、火1コンボだけど、そんな硬くなかったと思うんだよな。なんでアキネでぶっ飛ばしていきましょう。こんなんで大丈夫かな。お、いいね、回復がいい感じの経過でした。いや強ーい、ドーン。いや、とても強いよ。バトル18、うん、アザトース、アザトースもまあ普通にパンパンいけると思うので、よいしょ、ウェイ入れて、ウェイ入れて、こんなんでちょっともう一個火、ルーレットありがとう。こんなんでいいかな。はい、さあいけ、アザトースをぶっ飛ばせ。アキネの力、よし。待って、グリゴリーのスキル使ってないんだが、アップ2ターン、ヨグ。まあこれこの盤面でいけるかな。ドゥバルオン、これエンハなんで火の1コンボだけど、ウェイでさ飛ばせないかな。飛ばせる気がする、気がするからしっかり組んでいく。よいしょ、こんな感じでちょっと軽く待ってあげて。いや余裕あるな、あと640秒ぐらい。あ、待って、おお、ちょっとギリギリ感あったけど無事勝つことができました。意外とあっさりだな。意外とっていうか結構余裕あったな。やっぱ裏より全然楽っすね。特にあのね、使ってみたキラーと呼ばれるロックスとかも出てこないし、あの辺出てきたらちょっとね、パーティーによってはしんどいのかもしれませんけども、異形ぐらいならサクッといけると思うので、ぜひ甘小積ゲットしましょう。メールボックス見ていきます。やるじゃないか。はい、初クリアで魔法石もゲットです。そして甘小積、このアカウントは2体目ですね。ちゃんとやってる人は3体目かなと思うんですけれども、2体目です。まあ実はね、このアカウントも本当は3体目だったんですけど、1体目のチャンスの時、あれは e スポーツフェスタか何かかな、あれでレーダーでゲットして、三振かな、裏三振かな、三振かな、それのタイムアタックを失敗したっていう歴史があるんです。はい、まだその動画見てない方はぜひ見てください。よろしくお願いします。てな感じでぜひ皆さんも挑戦してみてください。本日は以上です。さよなら。